ベンジャミン・ラッシュベンジャミン・ラッシュはアメリカ合衆国建国の父の一人である。ラッシュはペンシルベニア州の出身であり、医者、著作家、教育者、人道主義者であり、カーライルにリッキンソン大学を設立した。ラッシュは大陸会議の代表であり、アメリカ独立宣言に署名した。後にペンシルベニア大学で医学理論と臨床診療の教授になった。 アメリカ連邦政府の形成に広い影響を与えたにもかかわらず、同時代の多くのアメリカ人ほど広く知られてはいない。ラッシュは奴隷制と死刑について反対した者としては先駆者であった。ラッシュは初期アメリカ社会に大きく貢献したが、1812年に初期共和制のトーマス・ジェファーソンとジョン・アダムズという二人の結出した人物を和解させたことで、 今日でも有名となっている。ベンジャミン・ラッシュの聖火・ラッシュは、ペンシルベニア州フィラデルフィア郡、バイベリー・タウンシップで生まれた。そこは、フィラデルフィア市の中心から約14マイルのところであった。バイベリーは1854年に、フィラデルフィア市に組み込まれ、現在はその郊外の一つになっている。ラッシュの父親はラッシュが6歳の時に死に、ラッシュは、 子供時代の大半を母方のおじ、サミュエル・フィンリー牧師のもとで過ごした。ラッシュはノッティンガムにあったフィンリーの学校、後のウエストノッティンガム専門学校に通った。ラッシュはニュージャージー大学で文学士となり、イギリスのエディンバラ大学で医学の学位を取得した。ラッシュはヨーロッパで医学の修行をし、フランス語とイタリア語、スペイン語を学んだ。 1769年にアメリカ植民地に戻るとフィラデルフィアで委員を開業しフィラデルフィア大学の科学教授になった。ラッシュは火薬の製造者でオート派のオズウェル・イブ・シニアの娘サライブと1774年に婚約したが結婚式が予定されていたクリスマスの2週間前にサラが死んだ。サラはラッシュの依頼により レッドマン医師の診療を受けていた。ラッシュは後に、ジュリア・ストックトンと結婚した。1781年7月25日、ラッシュと妻のジュリアは、オックスフォードタウンシップにプランテーションを購入した。ここは、夏の住処となり、1792年12月31日に、売却するまで所有した。夏の住処に関する事実は、 最近夏の住みかの所有と生活を確認するカキの広告が発見されるまで長い間論争されていた。いくつかの新聞に載った一つの広告は、オックスフォードタウンシッププランテーションが、ラッシュ博士のコテージ農園と夏の住みかであったことを証明している。ラッシュの夏の住みかの近くには、約半マイル離れたハローゲート高線があり、ラッシュはそこで研究を行った。 ラッシュは、医学生の教育のために数巻からなるアメリカでは、初めての科学の教科書を出版し、また影響力ある愛国的随筆も出版した。自由の息子たちの活動に関わり、大陸会議に代表を送るための植民地議会に選ばれて出席した。ラッシュは、独立を訴える、小冊子、コモンセンスを書いたトマス・スペインにも助言を求めた。 ラッシュはペンシルベニアの代表にも指名されアメリカ独立宣言に署名した。1777年、ラッシュは大陸軍中部方面軍の軍になった。しかし、軍隊の医療について特にウィリアム・シッペン・ジュニア医師と衝突し辞任した。ジョージ・ワシントン将軍が独立戦争で負け続けている時、ラッシュはコンウェイ・インボーと呼ばれる。 ワシントン排除運動に関わり、その後信用をなくして戦争に関わることを止めた。ラッシュは後にワシントンに敵対したことを後悔した。1812年にジョン・アダムズに宛てた手紙の中でラッシュは次のように書いた。彼はその愛国主義と名前がアメリカ合衆国の設立に大きく貢献した高く評価される指導者であった。 1783年、ラッシュは、ペンシルベニア病院の職員に指名され、死ぬまでその職にあることになった。ラッシュは、アメリカ合衆国憲法を採択する、フィラデルフィア会議に出席し、アメリカ合衆国造兵局の財務官に指名された。この職は、1797年から1813年まで、務めた。ジェファーソン記念館大広間の名には、私は、 人の心にかかる、あらゆる形態の先生に対する敵意を神の永遠の祭壇で誓うと記されているが、これは1800年9月23日に、ラッシュ博士が書いた手紙から取られた。ラッシュは1791年に、ペンシルベニア大学で、医学理論と臨床診療の教授になった。ただし、ラッシュの医療の質は当時としても、極めて初期的なものであった。 ラッシュはほとんどあらゆる病気に対して、射血治療を提唱し、それが廃れた後も長く続けた。ラッシュは、社会活動家になり、奴隷制度廃止運動家になり、その死の時はアメリカでも最もよく知られた医者となった。私立の教養大学であるカーライルのディ・キンソン大学を創設した。ラッシュは、 公的刑務所の苦痛を軽減するフィラデルフィア協会の設立者の一人でもあり、フィラデルフィアの東部州立刑務所の建設に大きな影響を与えた。ラッシュはアメリカ合衆国憲法の中で信教の自由に対する権利が保障されているように、アメリカ人は医療の自由に対する権利も憲法で法制化されるべきと考えた。医療の自由が 憲法に入れられなければ、医療が、独裁者のもとで組織化される日が来る。医療の術を特定の人間に制限し、その他のものに対して平等な特権を否定することは、医学のバス地位を形成することだ。そのような法律は、アメリカ的ではなく、独裁であり、共和国にはなじまない。この共和国の憲法は、信教の自由と同様に医療の自由に対しても、 特別の特権を作るべきであると言ったと伝えられている。1803年、トーマス・ジェファーソンがフィラデルフィアにメリーウェザー・ルイスを派遣して、ラッシュの監督で、ルイス・クラーク探検隊の準備をするよう指示した。ラッシュはルイスに、偏境の病気と射血の効き目を教えた。ラッシュは遠征隊のために、医療キットを与えたが、その中には次のものが含まれていた。ラッシュは、 フィラデルフィアの著名な長老派教会員で医者であり、科学教授として、当時無視できないくらいになっていた、奴隷貿易に対して大胆で一目置かれる発言をした。奴隷制度廃止運動における勝利は、1773年に、ラッシュが書いて、フィラデルフィア、ボストン及びニューヨークで出版された、奴隷を保有することについて、アメリカのイギリス植民地の住人に訴えると、 題された、小冊子であった。ラッシュの時代の社会悪についての多くの攻撃の中でも、この最初のものは、奴隷貿易に対する攻撃だけでなく、奴隷制そのものに及んでいた。1787年、ラッシュは3年前に死んだベネゼットの幽霊を夢に見た、後で熱心な奴隷制度廃止論者になった。夢の中のベネゼットは、 海岸を歩いてきて、一軍のアフリカ人に会い、奴隷制度の恐ろしさについて、ラッシュに語っていた。ラッシュは、夢から覚めて、ベネゼットの死によって残された隙間を埋めようと、決心した。ラッシュはこの時奴隷所有者であったが、1788年に、奴隷のウィリアム・グラバーに自由を約束した。ラッシュはアメリカでは、最初の奴隷制度廃止協会である。 ペンシルベニア奴隷制度廃止協会の共同設立者となり、秘書官として務めた後に会長を歴任した。黒人であれ、白人であれ、すべてのものに対する自由より劣るものは1776年の共和制の理想に嘘をついていることであった。1766年にラッシュがエディンバラで勉強するために出立したとき、 リバプールの港で100隻もの奴隷船を見て怒りを覚えた。ラッシュはフィラデルフィアの黒人社会を援助する中でアフリカ人の境界設立に深く関わった。1793年の大熱病流行の折にはリチャード・アレンやアブサロム・ジョーンズなどの黒人を採用して臨床に伴って手伝いをさせた。ラッシュは黒人が 元から知的にあるいは道徳的に劣っているのではないと科学的に主張した。それに反する明白な証拠は奴隷性を曲解する表現だけであり、それは人の心を知らないので道徳的能力と共に理解力が落ち、それによって無気力になっているとした。ラッシュは1813年に死んだが、それは ラッシュの生徒であったチャールズ・コールドウェルが、アフリカ人とその子孫が生まれつき民族的違いがあり、劣っているという理論で国民の認識を得ている時で、あった。ラッシュは、若いアメリカに向けて、そのような考えが誤りであると証明するために、その人生の多くを先、すべての人類は平等であるという普遍的真実が、人類の偏見に打ち勝つようにする道を作ってきた。 ラッシュは強制精神科的療法の提唱者であった。精神医学士のトマス・サースによれば、ラッシュが好んだ療法の一つは患者を板の上に縛って急速に回転させ、血液がすべて頭に回るまでやる方法であった。ラッシュは自分の息子を自分の病院に27年間も入れていた。ラッシュはまた射血医療の提唱者でもあった。ラッシュは 黒人の黒い色は遺伝子的な病気だと信じ、これをネグロイディズムと呼んだ。アメリカ哲学協会での演説でラッシュは肌の色が白に変わった時が唯一治療が成功した証拠だと言った。ラッシュは白人は黒人の上に立つべきではない。なぜなら黒人の病気は人間性を2倍持たせているからだ。しかし同じ理由で白人は 黒人と結婚すべきではない。なぜならそのことが子孫に疾患を及ぼすからだ。試みは病気を治すためになされるべきであると締めくくった。ベンジャミン・ラッシュ博士。1783年の肖像・ラッシュは当時の精神疾患治療に関する先駆者であった。実際にアメリカ精神科療法の父とみなされ、アメリカでは最初のこの分野の教科書。 心の病に関する医学的問診と観察を出版した。ラッシュはまた適正な治療が心の病を癒せると考え精神病院の提唱者でもあった。自分の生誕の地に精神病院を建設した。アメリカ精神医学会の文章にはラッシュの肖像が入っている。ラッシュはまた依存症という概念を発明したとも言われている。ラッシュの頃まで 酔っ払うことは罪深いことであり、個人の選択の問題とされていた。ラッシュは、アルコール依存症が、自精心を失わせるという概念を紹介し、病院として、アルコール依存の選択よりもアルコールの特性であると、した。ラッシュは、医学の病気の一形態として依存症の概念を、発展させ断種が、依存症に対する唯一の治療法であるとした。 ラッシュは演芸による精神療法、特に精神病院に付属する形での療法の父と考えられることがある。ラッシュの著書、心の病に関する医学的問診と観察には次のように書かれている。精神医学に対する貢献の他に、1793年のフィラデルフィアを襲った大熱病について臨床記録を書いた。 この時ラッシュは1日に120人の患者を診療した。また、デング熱と考えられる病気の最初の臨床記録も残した。ラッシュは、遮血、下剤や水銀製剤の摂取などの過激な治療を多用するヒロイックメディシンの時代を生き、その強い提唱者と考えられている。ラッシュの経歴の中でも3000名以上の医学生を、 教育しそのうちの何人かが、ラッシュの死後に、ラッシュ遺大をシカゴに作ったことは、特筆に値する。ラッシュの弟子の一人、サミュエル・エーカート・ライトは、アメリカ連合国の軍にとなり、ミシシッピー州、ビックスバーグやルイジアナ州ポート・ハドソンのキャンプの衛生状態を改善した。シカゴのラッシュ大学医療センターは、 元ラッシュプレスビテリアンイコールセントルークス医療センターであり、ラッシュの名前にちなんで名付けられた。ラッシュは一般に長老派教会員と考えられていて、フィラデルフィア聖書教会の創立者の一人であった。公的な生活及び特に教育において、キリスト教信仰を提唱した。この線の延長上で公的学校の教科書として、聖典を提唱した。 ラッシュは次の教育に関する引用が示唆しているように、万人救済主義万人救済論者に傾倒していた、可能性がある。レヴィン、ハリー・ジー・ザ・ディスカバリー・オブ・アディクション、チェンジング・コンセプションズ・オブ・ハビチュアル・ドラウン・ケンネス・イン、アメリカ、ジャーナル・オブ・スタディーズ・オン・アルコール、1978、15、ピアニッシモ、493から506、オルソ・アベイラブル・アット、 http://www.soc.qc.cuni.edu コロンススララッッシシュュスラッシュスタッフスラッシュレビンスラッシュ doa.htm ありがとうございます。